白鞍馬最後の手段。魔界のオジギソウは気が荒い。動く。火気を払う者には自ら襲いかかる。どうやらお前を敵として認めたようだ。そいつからは逃げられんよ。奴らには感情があるからな。怒らせるのはまずいぞ。半端な攻撃は逆効果。思ったよりあっけなかったな。もう 2,3 分遊んでもよかった。これはすごい、あっという間の決着です。変身してからの鞍馬選手、格が違うというか、まさに圧倒的でした。よっしゃー、すげーぜ鞍馬。15分どころか5分とかからず倒しました。よし、まずは一勝。いやー、ようこ鞍馬、それにしてもすごい強さだ。小閻魔様、小閻魔様。なんだ。顔が元に戻ってますよ。え、それは大変。おっと、これはいかん。やだばー、やったー。さすが鞍馬くん、うちの数とはえらい違いだわね。Oh!
誰が戦闘不能だと。気に入ったぞ、クラマ。ますます殺したくなってきた。カラスのマスクが外れた。やばいよ。左京さん、俺の後ろにいた方がいい。ほう。体内に火気物質を集めている。奴の体全体が爆薬庫みたいなものだ。なんだって。た、両手が起爆装置だ。構えとけ。巻き添えを食うぞ。いえい。死ね。加減しそうもないな。もう少し下がった方がいい。いられるはずだ。まだ時間があったはず。なぜだ。何度も試したんで、薬の切れるのが早くなってるのか。考え事の最中悪いな。お祈りの時間。せめて楽に死ねますよ。植物を武器化するだけの妖力も残っていないようだな。
もはや私の容器を見ることすらかなわんのだろう。クラマー、さあ丸腰同然となってしまったクラマー選手、カラス選手の圧倒的なパワーにどう太刀打ちするのでしょうか。ギブアップを宣言しろ。苦しまずに殺してやる。のは自殺行為だ。容器が見えなきゃどこにいても同じだ。なかなかいい月だと言いたいところだが、狙いはこれだろう。島根来そうか。二番煎じは通用しない。キャー、肉弾煎通用せずってか。植物を使った技も読まれてる。もはやではないのか。一度ならず二度までも私に傷をつけたことは褒めてやろう。地下爆弾マッティーボン、もうちょっとだ。来たくとも立っているのが精一杯だろう。打つ手なしだな。魔界の植物は呼べない。植物の武器化もできなくなった。違うか。粉々に吹き飛ばすのは簡単だが、そうはしない。あのカラスってやつ残酷ね。一気にとどめを刺そうとしないなんて。とどめだなんて、クラマはまだ負けてなんかいないさね。クラマはあんなやつにトグルの仲間なんかにやられるわけないんだから。終わりかな。カラスのやつ戦いを楽しんでいる。ふん、まあじっくりと仕上げを見させてもらおう。よくぞここまで私を手こずらせたものだ。お前はいつまでも私のそばに置いておきたい。ご褒美にその美しい顔だけは綺麗なまま残してやるよ。どうや、
お前は気づかなかったようだな。俺の本当の狙いに。お前が血を流しているところ、心臓だ。あとは妖怪の血が大好きな吸血植物を呼ぶだけだ。お前は大きな勘違いをしている。俺はこの姿でも魔界の植物を呼べるのさ。ちと引き換えにな。さあじわじわ行くか。全員能力を焼き尽くす最後の奥の手。カウントなどいらん。生きるか死ぬかだ。死ぬ死ぬ。お前も死ぬんだ。力を振り絞ったように見えたけど、そんな。生きてる。なぜだ。知らないうちに妖力が増してきているのか。そうか、薬の効果が弱まったんじゃない。南の周一の肉体に陽子の力が戻りつつあるんだ。クラマ、やっぱり大逆転、クラマの勝利だ。クラマの死をかけた捨て身の戦法に奇跡は起きた。